おはようございます。今日はこれから朝ごはんでシオンくんが出てきたりしますが、チャコちゃんは、避妊手術という日になりましたので朝ごはん抜きですはい、ということなので、まあ他の子はいつも通りやりますが、多分チャコちゃんはなんでご飯くれないのってずっと泣き続けるのかなと思っています。そしてシオンくんが外で遊んでるのを見て私はってなると思いますが、今日だけは仕方ないですね。もうすでに泣いてますね今。ここから2時間後には、病院のお迎えが来ますので、チャコちゃんですね。チャコちゃんは遊べると思っているようですが今日は遊べません。シオンくんは外で遊びます。はい、そしてチャコちゃんさっきトイレきれいにしたからうんちしといてくださいよ。からあずちゃんは、少し慣れてきている様子なので何度でもチャレンジするよ。はい、逃げるのね。はい、逃げるのね、パパがやると上手に逃げていきますが、ここでも少しやり、あ、また逃げますねよいしょ、まあ、おいママだったら、あ、大丈夫なのにね。はい、じゃあいいです。ちょっとじゃあ器を下げるね。はいはいはい、ジャン君。普通に足入れたってこと、あずちゃん。大丈夫？上から落ちてきてビシャってやったよね。あずちゃん自分で足とかお手とか濡れたんでしょ？大丈夫ですか？ケージの中を掃除しなきゃいけなかった。忘れてた。トイレだけやっちゃった。掃除したね。しおくんがご飯食べてる。水ちゃんと足りた。あら、チャコちゃんはあれってなってますね。
掃除も兼ねちゃうね。はい、どうぞ。はい、じゃあまた。はい、パンダちゃんがあの奥にいるね。はい、あとで掃除するからね。はい、そしてちゃこちゃんにはご飯がないんです。ごめんなさい。その代わり楽しいドライブが今日はあるから。ちゃこちゃんを避妊手術のため、病院に連れて行くのにですね、連れて行くというかお迎えが来るんですが、ピンクのかわいいキャリーケース、これを今出してきました。ちょっと綺麗にしてですね、準備したいと思います。でですね、キャリーのマットの周りに、トイレシートを巻きつけます。これは防潮テープですね。あとは、今日は寒いのでですね、暖かい毛布を入れ、この洗濯ネットですね、洗濯用ネットでちゃこちゃんを包んでこの中にという段取りになっています。キャリーケースの周りにも、布をこう巻いてですね、風よけもするようにします。この毛布を入れて、あとはこの布ですね、これで外側を巻くと。さあ、これで準備はできました。それからですね、このゴムの
バンドのようなもの、これでここをこう渡して、扉が不可抗力で開いたりしないように、カバーします。これが、ちゃこちゃんの病院行きの、準備です。さあちゃこちゃん、あとは、怖がらずに行って帰ってきてください。よろしくね。今はまだこんな状態です。ちゃこちゃん、ちゃこちゃん、お出かけしましょうか。はい、はい、ちゃこちゃん、はい、ちゃこちゃん、ちゃこちゃん無理か。はい、おいで。はい、はい、はい、大丈夫だよ。ポンちゃん、ポンちゃん、声を上げないで上げてくれる？はい、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 大丈夫、大丈夫。はい、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 はい。ポンちゃん、ポンちゃんが怖がっちゃダメじゃん。よいしょ。はい、ポンちゃん。はい、これで出発の準備ができました。今連絡があってですね、うちの方で病院まで届けるということになりましたので、このまま夫婦で連れて行こうと思います。ジャン君、応援してあげてね。おとなしいね。はい、到着しました。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、頑張ります。はい、ジャン君、ポンちゃん、はい、ただいま。ちゃこちゃんは今病院で頑張っていますよ。